2008年当時の案内板、奥に太陽の塔が映っている。上り線料金所と万博記念公園、太陽の塔中国水田インターチェンジは、大阪府水田市にある中国自動車道のインターチェンジ。構造上水田 IC、JCT と一体化していて、中国道の出入り口としては、下り方面へのハーフ IC となっている。なお、ここから、 宝塚方面は大都市近郊区間に指定されている。広島方面から大阪府北部や大阪市内にアクセスするのに重要な IC である。なお、スイタ IC、JCT では中国土と名神高速西宮方面との直接の相互利用はできないため、東 IC の出口料金所を通過し、 高速道路を一旦降り、スイタ IC の入り口料金所を通過する形になる。大阪万博終了後、現在の上り線部分開通に伴って、料金所ブースが大幅に増設された。かつては本線料金所のような形式であったが、後に料金所は中央部分だけ廃止、解体され、跡地にスイタ JCT が建設されたため、 現在のハーフ IC 形式となった。AB 開通当時に開催されていた大阪万博会場へのアクセス路線として、北大阪急行電鉄が会場線という臨時線を1970年2月24日から、同年9月14日まで現上り線の敷地を利用して万国会場前まで共用していたため、日本最大級の大型複合施設、 エクスパシティ11月19日グランドオープン三井不動産2015年8月3日閲覧ありがとうございます